Something on my mind. Finally not afraid to say it. I know it took some time. Used to read it in a press release what I was going through. But I got stories too. The fear of being lost. Everybody knows when you don't. If every feeling passed, then why am I still stuck with this one? I should see it through.中からも綺麗な景色が見えるってことやんな。そういうことやわ。すごない？すごいな。これおもろいな。これいいやん。あったかいし。うん。冬とかな。で冬でも真っ暗いから。うん。こうやって景色が見えるっていうのはありですな。うん。上も見て。めっちゃ綺麗に見えんな。なんか。めっちゃ綺麗。めっちゃ細かいメッシュやからかな。こんな景色を見ながら寝れるという。ってことは星空も見えんのかな。いやもうそら晴れてたら星空見えるでしょうね。へえ。いいよこれ、木見ながら寝るってなかなかないよね。うん。うわ。うわ。できましたね。できましたね。なんかでも過酷やな。
風強いし、雨パラつくし、鼻水止まらへん。びっくりした。風行くわ。そう、昼ご飯食べて、うん、ちょっと元気になるわ。あ、そうやね。うん。より花粉症かな。次鼻水がすごい、ここにつけたら。ああ。家だって出る前とか元気やったもん。急によ。何かしらのアレルギーや。何かしら、何入れてる声ももう鼻声やもんな。琵琶湖アレルギーか。琵琶湖アレルギーやな。間違いないやろこれ。すごいもう鼻出てる。ティッシュがなくなるっていう。でもコンビニ5分ぐらいやったよ。あ、マジ近かった。近かった。すぐそこやった。うわやば。あ、湧いた湧いてきた。あ、湧いた。朝で昼、今日の昼ご飯はペンネ作ろうかな思って。大好き、ペンネ大好き。バカいな。聞いたことないんだけど。ペンネしか誰かに聞いてる。アサリ汁飲んでな。言うと言えばアサリ汁とペンネ。アサリ汁地味にうまいからな。うん、美味しいよ。踊るかな、風で。軽いな。いやなちなみに、どれぐらいかかる。これ10分ぐらい踏み込まない。やかでも、あれやで、水入れて煮込むだけやから、簡単や。超簡単じゃない。待つだけ。待ってばっかりやな、人生。待ってなんぼですわ。電車を待って、バス待って、給料を待って、みたいな。何の話や。人生待ってばっかりやな。やばい。毒気めっちゃもう。毒気出てた今。やばいぞこれ。何ほんま。選んでな。選んだ。塩。塩持ってさあ。面白い。面白いから。塩のみ。なんで。あるじゃないですか。これはハータン。ハータン君。私、塩むすびダメですよ。びっくりした。センスね。ペンでできるまで、琵琶湖見ながらおにぎり食うとこは。うん、食べに。完成。完成。やっと。琵琶湖に乾杯。乾杯。うまっ。これもう、わ、ちょっと硬くなったみたいな。時間経ちすぎて。うまいですか。うん。まあ、うまい。うまいな。うまい。うまい、うまいけど、硬っ。ペンネってこんな硬い。もっと煮込んだ方がよかったな。味がめっちゃうまい。うん。硬っ。
こう硬いのがまたいいかもしれないな。あかんやろ。歯ごたえは、うん、トマト食べるパスタが芯が残ってるみたいな。あかんや。やっぱりちょっと硬いよなこれ。硬いよ。絶対これおかしかったもんだ、あの火の強さが。硬いよな。うん。普通に煮込んでたらもっと柔らかになってるわ。スタートがなかった。厚揚げ焼いていきましょうか。行きますよ。厚揚げ行きましょう。お腹減りすぎとるから。いや、めっちゃ半分。鼻出てるけど。そうや、絶対。鼻出てるから、垂れない。いや、こんな時間帯にあったけ食えるの幸せやな。ほんまや。食べて帰りましょう。帰ろう。帰ろう、帰ろう。まあ、しっぽり楽しみましょうよ。はい、ね、しっぽり。ネギ油、ネギ油しようか。じゃあ、いいですか。食べり。どう。ちょっと待って。やば。食べんでもわかるやん。食べるまでもない。じゃあ食べんなよ。うまいよ、わかる。食べるまでもない。やばな、この焦がし、焦がしネギ。焦がし、ネギ油。熱い。あ、あぶ。どう。うまー。もう一度死んでもええわ。今日の晩死ぬわ。琵琶湖でそれぐらいうまい。おう、うまいな。うん、うめえ。うまい。じゃあ、もう松ぼっくりちょうだいよ。はい、はい。なんか。な、髪の毛食うてる。髪の毛食うてたわ、今。忙しいわ。忙しかった。何や、ほんま。トランプって忙しいよ。燃えやすい系のやつやんな。
そんなもんしかないな、燃えやすいか。ほんまに。寝れた。まあめっちゃ寝とってんけど、なんか夜中にさ、めっちゃうるさい音聞こえてた。やっぱ聞こえてた。俺も聞こえてん。俺のガクト聞いとってんやん、ずっとイヤホンで。ガクト。ガクト聞きながら寝とって、ああって多分途中で落ちたんやろな。うん。で止めて外して、で寝よう思って、ほんなら。ビャン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 。聞こえてきたよな。いやもううるさって。すげえと思って。でもあそこ聞こえるからさ、聞いてもや。もう離れていったやんか。おお。あ、いやどっかどっか行ったわと思ったら、俺ビャンビャン。戻ってきた。帰ってきた。帰ってきたぞと。一周したんかな。すぐ帰ってきたよな。うん。ここが緑地のキャンパーへの大演奏会みたいな。小岩緑地あるあるじゃない。あるあるなんかな。いやだってもう道路がさ、ああ。ほら、もう真横やん。すぐそこやもんな。うん、で結構ずっと車通ってるやんか。うん。だからそれが気になる人はもう絶対無理やと思う。ああそうやな。うん、俺はもうガクトがおるから大丈夫だよ。おらんやろ。ガクトはおらんやろ。ガクトと一緒に寝てるから大丈夫。
さんあるじゃないですか、白い粉。びっくりしたやろ。さすがやな。さすが姉さん。それないと生きていかれんやん。白い粉なかった生きていかれん。幻聴が聞こえてやばい。入れすぎじゃねえそれ。今入ったな。すごい量。あんドーナツ食べよう。うん、あんドーナツ大好き。ドーナツ。あ、どうでした？いやでもモントープ。モントープすごいあれやな、暗いやん。暗い。めっちゃ寝れたやんな。めっちゃ寝れた。もう気がついたら入った。朝かなーって思ったけど、暗い。黒いな。そう、めっちゃ暗いやん。だから遮光性がすごいんやと思う。広いし、この中からほんまに抜けてる外の景色、ほんまなんかカメラのファインダーを。映画見てるみたいな。そう。僕ほとんどファインダー覗かないですないんで。すぐ話それてしまうけど。モントープ良かったですね。モントープいいよ。こういう四角いテントっていうのは珍しいか。黒やし。グレーかな。外側はグレーやな。だからグレー好きな人とは結構いいんじゃない。シャゴール系シャバ。はい、ということで、はい、話はそれは苦しい。今回の動画は以上ですね。新幕でご飯キャンプ、はい、どういう動画でした？ぜひチェックしてみてください。ナイスキャンプでした。ナイスキャンプです。じゃあやりましょうか皆さん、いつもの宮古から送りましょうね。宮古から行きましょう。頑張って頑張れ。じゃあまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。はい、バーイ。 Thank you。 届いたかな、あっちまで。宮古バーレーまで届いたの。雪ちょっと積もっても。ロボードのシンプルな、ロボードですけど片付けや。I'm the best, I'm the best, ain't no stress, you the best.